はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。12月29日池袋近辺17時からメール党員忘年会、行います。残りわずかであります。定数っていうか、あの会場のまああの何人でもってわけでもないんですもんで、予定人数残りわずかとなりました。ご応募の方よろしくお願いいたします。夕刊フジ記事、元安倍総理付き NHK 記者岩田明子さんの取材、細田会長時代の2014年から2021年はパーケン収益をどう収支報告するかは派閥の統一見解はなかった、これ問題じゃないのかという声もあったが、細田会長から指示はなかった。2021年11月に安倍総理が会長になり、これあの総理辞めたから会長になったんですかね。翌2月に実態を知り、このような方法は問題だ、直ちに直せと指示をした。5月のパーティーでは、2022年5月のパーティーでは安倍総理の指示が反映された、つまり裏金脱税はなかった、不記載脱税はなかったが、その2ヶ月後に安倍総理が暗殺されたと。で、ということはですね、安倍総理が亡くなってから、まあ、裏金脱税が復活したってことですかね。清和会世論です。枝野も自分たちもやってたというぐらいだから、どこもやってんだろうな。財務省と戦っているという危機感があったのは安倍さんだけか。実際安倍派って安倍さんの言うこと聞いてなかったんだな。岩田記者は裏金のこと知ってて黙ってたの。記事読みますと、取材で分かったらしいです、これ。当時から知ってたんじゃなくて、試験ですけど、現金手渡し、政策活動費だから、記載しなくていいと派閥側が説明していた。政策活動費ってなんだよそれって話なんですけども、わずかな間だけ是正された、安倍総理の指示で。安倍総理が亡くなって不記載裏金脱税復活したと。すぐ裏金には細田元会長が深く関わってると見られますね。事情聴取不可避じゃないですかこれ。細田会長も調べが行く、ちょっとお話よとか特捜部が行く、だったが、絶妙のタイミングで先月亡くなってますね。むしろあの細田さんが亡くなったから検察が捜査を開始できたんかと勘ぐるタイミングの良さですね。細田さん亡くなってすぐあの検察動いたんだろうか。他の派閥では現金手渡しではなく、記録が残る送金だった。現金手渡しで不記載っていう手口は雑で豪快。裏金脱税を続けたい清和会99人は、安倍総理が邪魔で邪魔で仕方がなかったはず。規模的に毎年4億円弱集まってないとおかしい。清和会の人数的に、他の派閥は議員一人当たり4、500万集めてるからね、9500万円しか申告されておらず、毎年毎年3億円規模で抜いてた疑いがある。時効で直近5年分しか罪に問えないが、30年以上続けていたで噂もある。それだとですね、まあ、毎年3億円30年100億円近くの脱税不記載になり、まあ、人が死ぬ理由としては十分ですね。なんかあの闇すぎて怖えな。清和会99人の総合の意思で安倍総理亡くなっちゃったのかな。怖えなっていう話でありますね。東京地検特捜部、清和会の裏金帳簿を入手した。誰にいついくら渡したかが記載されている。直近5年分の裏金は10億円を超えている可能性がある。
って感じなんですけれども、世論すごい銭ゲバ、証拠があるなら逮捕確定か、リスト作るなんて律儀だな、恥知らずじゃないと議員やらない、秘書やスタッフも責任押し付けられて口封じされたくないから検察に協力するだろう、一網打尽来るか、記録入手ということはもう証拠隠滅できなくなったということか、なんでこんなずさんなことしてたんだろう、会計責任者が全部特捜にゲロしたいな、ゲロルしたいな、誰ですかこれ、まあここからリーク合戦が始まるよと、帳簿抑えられちゃったのか、あーってな、まあいいんじゃね、あの安倍総理亡き後の清和会の99人何の役にも立ってなかったのね、LGBT もホワイトもスワップも阻止できない、あと増税も阻止できない、増税ってあの国保税値上げ、支援金って名目つけてるみたいですけど、増税じゃないって言い張ってるみたいなんですけど、国保税を値上げするんだから多く徴収するんだから増税以外の何者でもねえわなって私は思っております。特捜部、岸田派はキックバックを報告していたがその額が少ない疑いがあるだそうで、まああの安倍派じゃないや清和会みたいにあの全額記載しないっていう荒技、豪快な雑な荒技やってなかったみたいですけども、まああのちょっと額少なく書いたりはしてたのかなだそうで、火の粉バッチリ被ってますね岸田派も、立憲が出した松野官房長官不信任案反対多数で否決されたが、明日14日にも更迭が発表される模様であります。どんな茶番だよって話なんですけど、新官房長官はウミガメ族の林法政で調整だって、って思いました。ああって世論、これはひどい、正気か、悪手すぎる、支持率上げる気ないだろ、ここぞとばかりに岸田派で補充、やらしてみたら物すぎて外務大臣から降ろされた林さん、この人はあの中国共産党のスパイ容疑でアメリカから外務大臣辞めさせろって、あとあのあまりに無能すぎて降ろされたって噂もありますけれども、官房長官務まんのはね、どっちにしてもあの支持率下げる天才ですね岸田総理、内閣支持率だけじゃなくて自民党支持率も下がるだろうなこれな、年内解散はしないって言ってたけどもう持たないかもね。萩生田政調会長辞任、政調会長を辞任、議員は辞めない、やっぱ黒田ってことですわねこれね、世論です、いよいよか、後ろめてんだろ、秒速で逃げてて草、いや議員辞職せえよ、実質的クビでしょ、辞任したからって逮捕されないとは思うなよ、議員辞職しないと無意味、清和会は後継者決められないまま壊れるかもね。これはあの安倍総理会長だったんですけど、まあ亡くなってですね、であの会長決められなくて今に至る、もう2年もずるずると、2年じゃないか1年、ちょっともうずるずると、であの幹部 4,5 人が集まってなんか決めてるって話ですけれども、決められないまま、会長を決められないまま、会長決まればまあ例えば萩生田派とか世耕派とかそんなんなんですけどね、試験ですね。私だったらあの99人全員議員辞職させてですね、でまあ2週間ぐらい置いてから辞職させたという実績作ってから選挙やりますけどね、自民党本体を守るためのがん切除ってことでね、当落は、選挙の当落は本人の頑張り次第で、落ちるもよし落ちないもよし、まああの癌の手術ですから、癌だけ抜くってわけにもいい、逮捕が迫っててそれどころじゃない状況かもしれないですね。とりあえず清和会の松野官房長官、西村経産大臣、鈴木総務大臣、宮下農水大臣は更迭だって、役職下ろしても議員辞めないならノーダメージですわね。国民からもお茶濁してんじゃねえよって思われて、ますます支持率下がりそうだな、こんなあの生ぬるい処分じゃ。岸田総理、政治センス全くないから、政治家辞めたら、あなた、政治センス全くないから、こんなこと言ったら、こんなことやったら、人にどう思われるかっていう、想像力っていうか、まあ見通す力が皆無。だから、政治家向いてない。もう辞めたら。
九州大学韓国研究センター客員教授チンラ僕チンドウ、すげえ名前ですね、本名ですこれ、僕チンドウ、韓国人と九州人の DNA は 71% も一致すると聞き、なるほどと思いました。飛行機で1時間だし船でも3時間です。九州大学のホームページに書いてしまいました。世論です。人とチンパンジーは 99% 一致するのに、犬とでさえ 80% 一致、全然遠くて草一度はタコ並み、むしろ 71% しか一致しないのか。人とウニが 70% だぞ。人とウニの一致度は 70%。 九州大はこんなレベルの人雇ってて大丈夫っていうですね。聞いたことがあって、なんか別な数字間違って覚えてるんでしょこれ。それじゃあね、あの韓国人イコールウニってことになって、いくらでもそれはありえないよね。この人はあの何のあの学問の教授かっていうと、日韓農村文化比較論っていう、まあ文系でしょうね。なんか別な数字間違って覚えてんだよねこれ。 71%、人とチンパンジーが 99% なの。日本人のルーツは DNA 調査であの判明してます。実は、チベットやブータンと近しい、古モンゴロイドです。クロマニオンとの根血でですね、消滅したネアンデルタル人の遺伝子を世界で最も多く残してるのが日本人だから、あの外部とのあの血の交わりがあんま激しくなったんですかね、あの島国でね。あと最近判明したのがですね、世界一不安を感じる日本人っていう遺伝子、セロトニン代謝、これ脳内の伝達物質なんですけど、セロトニン代謝に関わるですね、 S 遺伝子と L 遺伝子っていうのが発見されまして、SS の組み合わせが不安を感じやすい、人、 SL の組み合わせが中間の人、 LL の組み合わせがパリピの上系に分類された結果ですね、日本人 SS67%、 SL30%、 LL はたったの 3%、つまりパリピな上、遺伝子的にパリピな上が 3% しかない、7割が不安を感じる、慎重、アメリカ人、SS20%、 不安型 20%、中間型 50%、上が 30% の結果になりました。災害が多い日本ではですね、パリピの上は生き残れず、不安を感じやすく慎重な SS 型が生き残ったんではないかって言われてるんですけど、7割近くがですね、あの不安で慎重ってザ日本人とは、議員にですね、事なかれが多いのはこのせいですかね。もう余計なことやりたくない、慎重、アメリカ人、あのパリピの上が3割では、緻密な鉄道の運行とかは永遠に無理かもね。大丈夫だーって何でもかんでも大丈夫だーっていう人が3割いたんではね。その他のニュース、支持率崖っぷちの岸田政権、低所得世帯の未成年者に5万円給付、世帯に7万円給付、所得税が課税されていても住民税は免除の微妙な世帯に10万円給付、矢継ぎ早のおかわり給付追加、もらえない層の不公平感を高めてですね、働いたら負けと、勤労意欲を大きく減退させることに成功しておりました。岸田政権、予定通り紙の現行保険証を来年廃止すると発表し、保険料を払わず保険証を貸し借りしていた滞納者や不法滞在者が阿鼻叫喚、あと病院をはしごしてですね、薬を手に入れ路上で転売してた生活保護者も、生活保護はあの病院でただなんで、そういうのやってたんですよね。石垣島祭り、自衛隊がパレード参加、石垣市議会、共産党井上道子70歳、街中で迷彩服を見たくない、戦前のようで寒気がした、まるで見てきたようなこと言ってね、あの70歳だったらお前生まれてないだろ、戦争見てない、まるで戦前見てねえだろってね、じゃあ別服買うんで予算増やしますって言ったらギャーギャー言うくせにね、埼玉県三郷市、河原のアオサギっていう魚、
をスリングショットで買って食ってたベトナム人実習生2名を鳥獣保護法違反で逮捕。優しい新聞本名載せず。関東4県と長野県で空き巣を働いていたベトナム人の盗賊4名を埼玉県警が逮捕。被害は190件、総額4300万円。優しい新聞本名載せず、実習から逃げて不法滞在者になった連中でしょうね、多分ね。自転車の73歳女性をダンプカーで引き殺した川口市在住クルド人57歳男を逮捕。優しい新聞トルコ国籍職業不詳と報道。ダンプ運転してたんだから、それが仕事でしょ。クルド人解体屋でしょ、何言ってんだって話なんですけどね。というわけで、安倍総理は一旦辞めさせることに成功してしたが、安倍総理が亡くなって、またぞろ始まった、いうのが恐ろしいですね。これ裏金脱税のために安倍総理排除したんじゃないかっていう疑いがムクムクと、まあそんなの可能かどうかわかりませんけれども、ムクムクと私の中で、湧き上がってきましたよ。もう自民党消滅した方がいいんじゃねえのこれ、こんなお金闇抱えて、いるんだったらね、なんだかんだ言ってですね、一番公金躊躇してんの自民党ですからね、一番悪いのも自民党ですかね。税金、岸田総理の弟なんてそういう会社やって、堂々と躊躇してんもんね。あと誰だっけな。麻生さん、もう日本ミャンマー協会の理事だしね。躊躇。もう自民党は一層、安倍さん亡き後の自民党なんかもう一層、なくなっちゃった方がいいんだねえのが、私、思っております。というわけで、12月29日忘年会、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。